やめせよ、やめせよって言ったら、ゆかはこれやばい、みんな嫌われると思う。で、はい、皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかとすんちゃんです。ゆかすん夫婦です。はい、今日いい天気ですね。そう、もう夏です、チェジュ島は。結構あのなんかコーヒーショップのスタッフの服みたいにあの今日なんか新しくオープンしたコーヒーショップ行ってきたけど、そこのスタッフと全く同じ格好してて、私がそうそう、こういう感じで、 そのスタッフたちらがゆかのこと見て、あれなんで仕事しないのって感じですごい見てて、でも私それ気づいて、あ、一緒ですって感じでちょっとやってあげたの。恥ずかしかった。そう、そんなことがありました。はい、では今日は、はい、またすんちゃんが計画したコンテンツですけどね、はい、あの結構あの私にみんなさんがなんか TM とかなんかテックルですごい言った記憶があるので、うん、何を、なんかゆかちゃんと結婚してすごいいい印象とか、うんうん、いいこと、うんうん、まあ、何があるんですか、 なんか日本人と結婚してまたちょっと文化が違うからすごいな、やっぱりいや、もちろん人それぞれですけど、すんちゃんが感じる、はい、日本人と結婚して良かったこと、はい、まず 1は日本に行く、うん、日本人しか分かんないとこを連れて、はいはいはい、だから絶対経験ないとこ、例えば日本人だけいるから、なんかガイドブックとかに書いてないけど、ないない、絶対ないの、ヒョンジンがあるの。そうそうそう、だから間違ってあの、うん、私あのちょっと女湯に入っちゃってさそうそう、おばちゃんのおっぱい 見ながり、こういう見ながり、こういう経験は難しいんですからね皆さん、はい、はい、だからすごいめっちゃいい、日本のその現地を知れる、うん、すごいいいこと本当に。はい、次、はい、2つ目ですね。まあこれはもちろん皆さん分かってると思うんですけど、うん、すごいリアクションがいいの。よく言うよね。ほらほらほらね、こういう感じでね、なんかすごい笑ってくれたり、うん、何があってもね、まずあのうちのお父さんお母さんの前で結構チェジュの人の うちのお父さんお母さん周りがすごい早くて、早くたり、なんか何周りが話す早いってこと、うん、チェジュ言葉出るし、うちのおばあちゃんとお話しするときも、あ、おばあちゃんもね、全然わかんないのに、ゆかはってなんか、うん、すごいいいなと思った。笑えちゃうの、だからゆかがそうやって笑ってるからすごい雰囲気が良くなるの、うん、知ってる、その周り、うん、なんかすごいあのなんかサルライとかみんな集まるじゃん、で子供子供子供だけでゆかも子供って感じわかる、みんな子供でもすごい雰囲気もいいし、うん、なんか笑ってる顔もいいし、リアクションもいいし、何でもいいし、でもたまーにゆかはちょっとすごい私は分かりますねその顔の笑いは面白くないけど笑ってあげるわって感じのゆかのその笑いもありました。あるね、正直あります、ほら、うん、だからまあこういう感じのもあるし、まあだから日本人がリアクション、うんうん、まあ本当にっていうよね、うん、どうなんだろう、すごい好き、わかんないけど、ゆかの真似して、あ、一応一個は本当にわかんない時だけど、うん、笑ってあげなきゃ時、本当か本当かだね、って感じ、それかなんか声があんま出せないのね。ねえ、ほら笑い、なんか笑ってるけど笑ってる声が出せた、なんか出ないのか。いつもなんか、って感じ。なんかなんでかなと思って。でもそれは本当におもんない時ですね。皆さん覚えてくださいね。おもろい時もあるよ。でおもろい時は本当に全部全部開けるかは。ゆかです。はい。次。はい。最後3個目です。なんかゆかデブに見える。デブだからね。じゃあ、なんか前来たあの日本のゆかちゃんとかめぐみ、めぐりだかめぐみかわかんない。まあ言ったけど、なんで日本人の女は連絡ができないの？でなんかタイトルで1回コンテンツやったんですね。でもそれ本当です。あのゆかがだいたい連絡があんまりできなくていい。
まあいいか、まあいいいい、なんか、まあ、まず結婚もしてすごいもう2人すごい信じてる感じじゃない、そうだね、だからどこなんかゆかがサオリ行ったりゆかが一人で日本に行ったりとこ、うんうん、とかして別でなんか生活したするときすごい連絡とかするじゃん、普通は普通はね、でもゆかはそういうの一切もないじゃん、なんか朝起きておはようもないずっとお昼食べて、俺逆に俺がちょっと連絡ないねって聞いて、私もあんまり連絡しないよからすごいいいの、うんうんうん、そうだね、だから私もすごい集中してなんかすることしたすることをできる、でも、まあ、たまにゆかは一回電話がすごい強いんですねで例えば電話して、うん、ゆかがすんちゃんでしょ、はい、で私がすんちゃんこいつ本当に顔が嫌だから電話しよう、本当腹立つ、すんちゃん一人のが腹立つ、ゆかだ電話来た、ピッ、うん、って言って私が何も話してないから、どうせよって言ったらゆかは、うん、え電話したのはあっちからだよ、お前からだよ、でもなんでうんって言うのお前が、これやばい、みんな嫌われると思う、でうん、どうしたって言ったら、うん、これどういう喧嘩かと思って、じゃあそうなんだ、何って言って、まあね、今ちょっと仕事終わって、うん、仕事終わったのって言って、で私、あ、そうなんだ、仕事終わったんだ、お疲れ、今日ご飯は食べたって言って、まだあ、そうなの、まだなんだな、今日何食べるって言って、何食べた方がいいって言って、え、あ、まあ、お前は酒丼やろ、いつも酒めっちゃ好きだから、酒丼酒で、私一緒にいないのに、なんかボックスが欲しいからボックスなんかEMS 送るなんかボックス欲しいから、私どこにも全然わかんないけど、すんちゃんあの EMS どこって言って、えEMS 私チェジュだけどだからどこ EMS って言って、えあの周りどこお前はどこ逆にって言って、あ、まあ今ちょっとパリバゲット前だけどEMS どこで送るって言って、えすごいなんかね、名探偵コナンって感じで、ごめんねだからこれがゆかです、すごいおもろいのだから、いやだからなんか多分なんかそのご飯のメニューの時のゆかはお腹が空いて気分が悪いのね、ただそれだけなの、でも一人でさ出張とかでソウル来てるとなんか誰にもそのイライラをさ当たれないじゃん、だからすんちゃんはもうなんかただ単にそのもうすんちゃんの声聞きたいし、まあ私がイライラしても何してもすんちゃんはこう、まあね、やってくれるから、だからそのすんちゃんの優しさを求めて電話するの、はい、まあ、ゆかちゃんの、はい、なんかすごい可愛い感じのなんか、まあそうやって大事な時う、うん、連絡するゆかがすごい好き、電話以外が怖いけどでもそれからすごいいいとこかなと思う、俺はなんか他の人だと電話はあまり好きじゃないんだけど、うん、もうすんちゃんだと電話しか逆にあんまりしないかな、加藤がうちらふざけるだけじゃん、まあまあそればっかりだけどね、まあそうでした、はい、はい、終わりですいっぱいですよ、ゆかちゃんが好きなとこもう100個以上ありますけどね、なんかそれ言うのもね、なんかゆか編集が大変だし、なんか皆さんにすみませんだし、なんかだから日本人だから日本人だから、あとゆかだから好きだなんか奥さんだからいいとこ、はい、3個選びました、はい、ありがとうございました、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました、はい、インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もお願いします、はい、バイバイ、それでは次の動画で会いましょう、バイバイ。